はい、こんにちは。今日ですね、今からご紹介いたしますのはね、この先に、ナグサの巨石群っていうですねものがあるらしいんですよね。で、今ね、実は栃木百名山の赤雪山と千人ヶ岳っていうね、2つピークハントしてきた帰りなんですけれどもね、もうこの辺のですねナグサっていうですね地名にもなっているぐらいなんで、かなりね歴史のあるものだと思いますんでね、今からちょっと途中帰り際なんですけれどもね、よって視聴者の皆様方にお届けしていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、そんなわけでございまして、こちらはおトイレでございますかね。おトイレですね。はい、おトイレからねこんな感じで、あーもういきなりですね、これね、これですね、おそらくね、これだ、ナグサの巨石群、これでございますよ。もうすぐわかる、これだ。いやー、カメラでねちょっとなかなかお届け、壮大さがねお届けできているかどうかってところなんですけれども、かなりね大きな石です、ございますよこれは。あー、なるほどなるほど、あ、祠でございます、祠でございます。行ってみましょう、行ってみましょう。あー、ほら、なんだこれは、よく読めませんけれども、こんな形でございまして、はい、いや、でかいでかい、これは確かに、これだ、これですよ、よいしょ、おー、どういう風にね、この石がここまでね、こんな巨大な岩がね、よいしょ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 、ここまで。なってきたのかと。いやー、本当にねこれ7、8メーターありますね、これね大きさ、一個一個がね、いやーすごい、これだよ、祠どうなってんのこれ、祠は、よいしょ、何年なんだろうねこれ、いやーちょっと分かりませんね、よいしょ、ナグサ巨石群のね祠でございます。おそらくね歴史はあるんでしょうからね、これね、もうこんな感じでね斜めに台座もカットされていますね、これね、あーすごいな、文字はね刻印関係はちょっと分かりませんね、いやーすごい、こんなわけでございますね。あ、こっちにもねもうゴロゴロしてるわ、あーすげえな、もういきなりね、よいしょ、おいしょ、うっ、おいよいしょ、あー、この先もねいろいろありますね、いや、いいですね、来てよかったな、この辺のね石がいっぱいあって、あ、石碑がありますわ、石碑が、あーすげえすげえ、おー、あー巨岩がね、どうね、本当にこれどう運んできたのかってことですよね、これね、もともと運んできたっていうかね、こんなことでございまして、石碑が何年とか書いてねえかな、 あったあった、昭和14年ですね、約80年ぐらい前なんですかね、石碑ですかねこれね、ほら、あった、天然記念物ナグサ巨石群、なるほど、あ、ここにも書いてある、昭和15年8月建設、約80年前だ、よし、
ほら、ね、天然記念物名草村の巨石群ってことでございますね。昭和15年8月建設。昭和15年にあれなんでしょうかね、天然記念物になったんですかね。いやー、これはすごいですね。かっこいいですね。いやー、かっこいいですね、これね。こんな感じですね。いやー、はい、それでね、この先にね、また神社があるみたいなんですよ。いや、ちょっとせっかくなんでね、行ってみますか、ちょっと神社。こう見るとね、またね、いいですね。よいしょ。はい、やっぱりね、倒木がありますね。こんな感じでね、これもやっぱりさっきの2014年の大雪の絡みでしょうね、きっとね。木が古いですからね、台風、去年の倒木じゃないですよね。よいしょ。だ、そう考えるとね、この辺の木なんかももうすぐ倒れちゃいますよ、これね。これで、ただね、ここ根っこで岩の上にね、張り付いてるだけなんで。あったあったあった、あれだ。ありましたありました。ありましたよ、神社が。あれだ。あー、立派な神社だな。よいしょ。よいしょ。おお、来た。来た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 。この石もね、さっきの巨石群と同じレベルのね、それ以上にでかいんじゃねえかぐらいの巨大な岩でございますね、これね。一枚岩。いやー、すげえ。5メートルぐらいありますかね、これね。直径ね。もっとあるな、これ。5メートルじゃ効かねえな。天然記念物でございます。こちらのね、石はね。そしてこちら、ほら。いやー、来てよかったっすよ。来てよかった。行ってみましょう。あー、すごいね。もうこの辺もね、もう巨岩でもう一体になってますよね、これね。いやー、すげえ。いや、これもう巨岩もいいとこですね。これ10メーターぐらいありますよね、これ高さ。いやー、すごい。これ来てよかったですね。あー、名草鹿島神社ってなんだこれ。はあ、いやー、すげえ。ちゃんとこんな感じでね、綺麗になってますね、神様がね。はあ、いやー、いやー、いやー、たまらないですね、本当に。はあ、ねえ、これ。いやいやいや、いやー、これはすごいわ、本当に。これはすごいわ、本当にね。いやー、ほら、一枚は。あー、土砂崩れの恐れあり、これより先に立ち入らないでください。あー、まあ死にたくないからね、まだね。ああ、立ち入り禁止なんですから、まあここまでにしましょう。ああ、壮大ですな、これは。
いやこれ高さで言いましてね、まあ、10メーターはまあ優にありますね、この巨大な石は。あーすごい、なかなか見ないですねこの一枚岩はね、こんな立派なね。こんな感じで、あーあった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 、あありましたね、ここにも説明書きがね。ああ厳島神社って言うんだねこれね、失礼しました本当にね。厳島神社、ああこっからの絵がまたたまんないですねこれね、厳島神社。いやいやこれはね間違いなくここはパワースポットですね。ああここはねすごいわ。ああこれもあれじゃないですかね、胎内くぐりね、はい、行けるように本当はなってるんでしょうけどね。いやーこれ立派ですねこれは。あ本当はこれ行けるんですよ、行けるんですけど、やっぱりあれですね、去年の台風19号の被害でしょう、このねえぐれてますんで。あうわーこれはね見事だね、このこれは見事ですねこれは。あーすごい、あーこれっすよこれ、これはすげえ。いやー来てよかった。いやーすごい。そしてね鳥居なんかもこうありますんで、あこの下にあれなのかなこれ、あ国指定天然記念物なんですもんねこれね。ああ弁慶のやつです、弁慶の割石。ああすごい、これもすごいね。いやあすごい、弁慶巨石群、あ巨石群こっちにもあるのこれ、巨石群が、いやーすごいわねこれは。まあ壮大ですねこれはね、本当に確かに。あちょっと行ってみますかね、これ石割りなんていうんですかねこれね、巨石群がこっちにもありますね。はいまたねもう一回こっちからやっぱ戻りましょう。これ見事ですよこれは本当に。確かにねこれもう天然記念物ですよね、どう見たってこれすごすぎますからねこれ、石がほら。いやーもうたまらないですよねこれ。いやー壮大だ本当に、巨岩すごい。あ後ろがねほら、あちょっと崖崩れ起こしたんじゃないかなこれ。あ
いやーすごい。いやーすごいわ本当にねえ。はい、そんなわけでございまして戻りましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回ご紹介いたしましたのは名草の巨石群ということでね、あとね厳島神社ということで、こちらねかなり激パワースポットになっていると思いますんで、ぜひねこちら栃木百名山に関わらず、何かね足利の方にね、こちらの方に観光等で来られた方とかね、そういった方もねぜひ、この名草の巨石群は本当におすすめのねパワースポットでございますんで、ぜひ機会がありましたらね、お越しいただければと思います。そういったことでですね、こういった名スポット、パワースポット、そういった動画もね今後ガンガン出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。